機関。誠に申し訳ございません。先日は部屋に入れることを拒んでしまいましたけど、これは決してあなたが嫌いという意味ではございません。ただ私の部屋は思ったより綺麗ではありませんので、がっかりされるかもしれません。それにあの時は私もちょっと取り込み中でしたので、とにかくご了承くださいませ。この前リラがあなたを私の部屋に案内した？勝手に入ったんですか？じゃあ全部見られて。その時テーブルの上にポテトチップスが置いてあったのは間違いないですが、それは私が没収したものです。私が食べるわけないじゃないですか。指揮官、隠しても仕方ないですよね。確かにポテトチップスをこっそり食べていました。ですがどうか説明を聞いてください。私は最近身にかかるプレッシャーが大きすぎて、それを解消するために仕方なくあのような商品にすがってしまい、このような巨大な艦隊を担うあなたにはご理解いただけますでしょうか？